はい。えー、おはようございます。桜ギターのゆうすけです。えー、今日も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。えー、まあ、先日、えー、新しい、まあギターを買ってきたわけですけれども、 えー、まあ、まだまだ、あのー、これから手をつけるっていうようなところで、まあ、まずは、えー、買ってきた状態をですね、皆さんに、えー、共有させていただいて、えー、どういうふうにこれから変わっていくのか、っていうところを、えー、楽しんでいただければな、というふうに思っております。まあ、自分自身もですね、まだそんなに、えー、いろんなものを、えー、触れてきたわけでもないですし、えー、これからどういうふうなギターを、えー、触れられるのか、 っていうのを、えー、楽しみにしながらですね、実際に楽しみながら、えー、調整、セットアップっていうところまでしっかり持っていって、そのギターの、えー、パフォーマンスを最大限発揮できるように、えー、しっかりやっていきたいと思いますんで、改めてよろしくお願いします。では、早速、えー、先日買ってきたギターの紹介に入りたいと思います。はい。 こちらが先日買ってきましたメイビスというブランドのソ、えー、ラットキャスターのタイプのギターですねはい MST200 という、えー、モデルになりますはいえー、まあ先日もあのこれがツイッターの方でも上げさせてもらってますけれども、はい、結構綺麗な も、えー、もののででで、えー、セカンドストトリートで買ってきたものであります、まあ、あのこのブランド自体はですね、えー、今はやられてないんでしょうか石橋楽器さんの方で、えー、出されていた、まあ、あのプライベートブランドなんですかね、はい、で出されていたギターとなりますざっとヘッドの方から。 こういうふうな、メイビスって書いてますね。はい。はい、ヘッドの方から、まあ。マホガニでしょうかね。芝の部分は。えっ、ー、と、メイプルネックの メープルネックのマフォガニーのシバンっていうふうになっています。で、こちらボディですね。えー、ボディの方も比較的すごく綺麗に、えー、なっていましたんで、非常に保存状態は良かったんじゃないかなっていうふうには思います。えー、ただ、こちら、あの、 こういう、ピックガードのところがなんか歪んでるっていう風な状態でして、なんだこれはっていう風な状態なんですけれども、あの、この、こっち側もだいぶ、こっちは、あの、今こっち側から撮ってますけれども、こっち側の方がもっと、あの、隙間が空いてます。このちょっとフロントとリアの間のところもちょっと隙間が、 こっちですね。コマ開いてるような状態です。これは何で起きてるのかっていうのはこれからチェックしていきたいと思います。まあ、あの、先日、えー、買ってきてすぐにですね、一応この配線関係はどうなのかなと思って、まあ、ちょっとまだ中身は開けているわけではないですけれども、先日、えー、この、スケールを 使ってですね、パチ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 とこうちゃんとチェックしてみたところ一応まあちゃんと音はなりそうかなとまあちゃんとあの組まれてるなっていう風なところはありましたボリュームトーン2つの方もちゃんと効いてるぞっていうことだけは確認しておりますでえっ、ー、とまあ一応これ 5way のタイプです で、この後ろ側になりますけれどもボディですね非常に綺麗に後ろ側も本当に全体的にそんなに傷っていう傷はない状態ですのでまああの初心者ギター として、こう、売られてたような形なんですね、これは。だから、あんまりそんなに、弾楽使われなかったっていうふうなことなのかわかりませんけれども、一応そういった形です。なんで、ネックも本当に綺麗な状態ですね。どっかにダコンとかあるわけではなく、本当に綺麗な状態であります。 こちらヘッドの裏ですねはいはいお疲れ様でございました、えー、これから実際に作業に入っていこうと思っております、えー、一番とりあえず私が確認したいと思っているのが、まあ、ネックの状態ですね、えー、弦を張ってみて反り、えー、がどんなもんなのかトラスロットが効く範囲で修理ができるものなのか、えー、まあ逆に あの余裕があるぞっていうふうな状態が分かると非常に嬉しいなと思っております。えー、まあ、あとはですね、えー、まあ、細かいところの、えー、ナットの部分であったり、サドルの部分であったり、細かいところ、えー、ちゃんと音が、 えー、音程がちゃんと合うように、えー、セッティングができているのか。まあもちろん、あの自分でも調整はしていこうとは思ってますんで、はい、そこはやっていこうと思っております。まあ、まだまだ、あの中身を開いてるわけでもないですし、えー、まあこれから分かるところもいっぱい出てくるかとは思うんですが、はい、頑張っていきたいと思います。一日一日の経過を少しずつ、えー お届けできればと思っておりますので、またよろしくお願いします。はい、以上でございます。ありがとうございました。